先輩、私の伝えたい物語ができました。一番に先輩に聞いてほしいです。いいですか？では聞いてください。ある少女の物語です。少女の小さな胸は明日への希望でいっぱいでした。明日は夢にまで見たステージ。不安がないわけではありません。失敗したらどうしよう、うまくできなかったらどうしようというチクチクした気持ちもいっぱいです。やっぱりスクールアイドルへの情熱はなくなってなかったんだね。そう言って眩しく笑いかけてくれた時、胸のチクチクは消えていました。その日が私の人生2度目のスタートだった。それぞれがそれぞれの表現したいこと、進みたい道をまっすぐに求める場所。新生スクールアイドル同好会にはそんな言葉がふさわしかった。周りを見渡せば目指す先は違うけれど、私と同じように自分の望む先を見つめる仲間たち、そして隣にはいつも私を支えてくれる心強い存在。そんな世界で私はもっともっとわがままに演じたいものを作り上げる。私の想像の世界で輝くスクールアイドル。例えばちょっとお茶目なスクールアイドル、いつも強気なスクールアイドル、ミステリアスなスクールアイドル、数えきれないほどのスクールアイドルたちが私の中から溢れ出す。そのすべてを私は演じきれるかな。いいえ、演じきりたい。そしてみんなに伝えたい。明日はどんなスクールアイドルを演じよう。どんな人生を演じたい。物語が真っ白なノートを埋め尽くす。これは明日の人生、明日の脚本。この世界は私の舞台。どんなキャラクターでどんな人生を歩むのかは私次第、私の思う通り。今日の脚本家としての私から、明日主演女優になる私への挑戦状。そんなスクールアイドルをあなたは演じきれる？ステージを笑顔で埋め尽くせる？私はもちろんよと高らかに答える。でもほんの少しのチクチクはいつも心の奥底に潜んでいる。私の心の奥底をいつも暗く覆い尽くそうと狙い定めてる。そんな時心に思うのは一つ、演じることとスクールアイドルが大好きな私を引っ張ってくれたその手。その手を取るとチクチクはワクワクに早変わり。どんなことがあっても絶対にみんなの味方です。みんなのこと全力で応援します。そう約束してくれた人の温かな手。だから私は今日も演じる。そして伝える。私の中の最高のスクールアイドルを。はぁ、先輩、どうでしょうか。私の物語、先輩の心には届きましたか？嬉しいです。だって私の正直な気持ちですから。ああ、そうとも言えるしそうとも言えないような、私であって私ではないイメージです。でも私にとって大切な始まりの時を
いつでも追体験できるような物語にはなってます。